全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。皆さんこれですね、この大人気ゴールゼロ、ご存知な方とご存知じゃない方といらっしゃると思うんですけど、このゴールゼロ、ライトハウスマイクロ、あとはここにフラッシュライトがついたライトハウスマイクロフラッシュっていうのもあります。で、あとライトハウスマイクロチャージっていうのもあるんですけど、今回はまあちょっとこれは置いといて、まあ、ライトハウスマイクロとライトハウスマイクロフラッシュっていうのがすごく人気で、でこのゴールゼロすごい品薄が続いてるんですね。最近はちょこちょことまた店頭に並んできてて、まあ、この動画でもショート動画で入荷情報ちょいちょい出しているんですけど、やっぱり最近ちょっと入荷情報増えてきたなという感じですね。ではあるんですが、でもやっぱり品薄で、このゴールゼロ人気にあやかり、いろんな各キャンプブランドがこのゴールゼロ類似品というか、こういう 2LED ランタンをどんどん出していってる状況なんですね。で、ゴールゼロより軽いものありますし、ゴールゼロよりも明るいものあります。で、まあ、各 2LED ランタン、それぞれ強みがあって、で、確実にどれがいいっていうのはまあ言えないんですけど、それぞれ多分好みもあると思うんで、どれがいいっていうのはないと思うんですけど、ただこのゴールゼロに大きさ、軽さ、明るさ、この3つで全部勝てるミニ LED ランタンないんじゃないかなと思うんですね。なので今回はそのミニ LED ランタン、この3つ全て勝てるミニ LED ランタンないかっていうのを調べてきました。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではですね、今回ミニ LED ランタン、有名どころからマニアックなものまでちょっと調べてきましたので、ぜひ最後までご覧ください。まずですね、このゴールゼロ、ライトハウスマイクロ、ライトハウスマイクロフラッシュ、これフラッシュライトがついてるかどうかだけなんで、大きさ、軽さ、ライトの明るさ、この3つは全て同じです。まず大きさ 3.8×9.3、 重さ 68g、 最大 150lumen ですね。ちなみにお値段は税込みで、フラッシュライトがついてないライトハウスマイクロが3080円、フラッシュライトがついたライトハウスマイクロフラッシュ、これちょっとステッカー貼らせてもらってるんですけど、これはフラッシュライト付きが4290円ですね。さあどんどん比べていきましょう。まずこちら、ゴールゼロとの比較動画には一番よく出てくるんじゃないかというやつですね。レッドレンジャーの ML4 2.9×9.7 で、この上のフックの部分がちょっと固定なので、そこも含めての大きさになってしまうんですけど、ちなみにそれ含めなければ高さ7センチです。なので大きさ的にはレッドレンザーの方がゴールゼロよりもちっちゃいと。フック含めたらちょっと高くなるんですけど、レッドレンザーの方が大きさは小さい。ゴールゼロに勝ってます。で、重さは電池込みで 71g。これゴールゼロ勝っちゃってるんですよね。3g 惜しかったですね。で、明るさは300lumen。今回ただ言っておきますけども、この3つ以外もいろいろ本来はね、それぞれのメリットがあるんで、この3つだけで、まあ、決めれることではないんですけど、この3つのうちの2つ、レッドレンザーの ML4 は勝ってます。明るさがゴールゼロ150で、レッドレンザー300lumen なんで倍の明るさあって、で、重さはゴールゼロの方が軽いんですけど、大きさはレッドレンザーの方がわずかに小さいというところですね。ちなみにお値段は4950円で、少しゴールゼロより高いです。次、ナーティーは、これも2021年に出たばっかりの LED ランタンですね。LED スーパーフラッシュライト。これももう見るからに分かっちゃうんですけど、大きさ 4.6×10.4。こっちの方がでかいですよね。で、重さ 146g。こっちの方が重いっすよね。で、300lumen。明るさはこちらの方が明るいんですよね。で、お値段はレッドレンザーの ML4 と同じで4950円ですね。これは明るさの300lumenだけゴールゼロに勝ちました。で、この2022年の春、このナトゥーラにそっくりなやつが出てます。レイクルイーズっていうところから出してるルナハンズってところですね。これもうナトゥーラにそっくりなんですけど、まず大きさ 4.5×10.5。ほぼナトゥーラと同じサイズです。ナトゥーラが 4.6×10.4 なんで、それが 4.5×10.5 なんで、ほぼ大きさ同じで、で、146g。重さはナトゥーラと全く同じ。で、明るさは288lumenで、若干ナトゥーラよりルーメンは低いです。で、お値段6980円。ナトゥーラに比べるとめっちゃ高いです。これはまあ4月の8日発売らしいですけどね。ナトゥーラに比べていいところは、黒と白の2色があるというところですね。で、ゴールゼロには、まあ、明るさの部分、288lumenのところが勝ってる。まあ、一勝ということですね。次、ユーコのレスシャイ。これは 4×9.8。これ伸ばすと 4×13.2。これまあ電池式なんで電池込みで 69g。1g だけゴールゼロに勝てなかったですね。で、110lumen。なので、3つのうち1つもゴールゼロに勝てませんでした。で、ユーコ何種類かランタン出してます。レスシャイ以外に、クラルス。クラルスは大きさが 5.1×11.4。
で伸ばした時が 5.1×16.5、 重さは電池込みで 104g で 118ルーメン、 これも3つともゴールゼロに勝ててないですね。で有効のアルカ、これは 6.5×13.3、伸ばした時が 6.5×19.7、 213g、 180ルーメン、これは明るさだけは150ルーメンのゴールゼロに勝ってます。1勝しております。で、アルカは電池式じゃないので、この3つの有効のやつの中では唯一充電式で、逆にスマートフォンに充電したりすることもできます。で、レスシャイが2200円、クラルスが2640円、アルカが8580円ですね。で、僕が大好きなガレージブランド、ミアエクスプローさんのミアです。これちょっとね、カスタムパーツ上、新しく今回買いまして、これもミアエクスプローさんから出てるカスタムパーツなんですけど、純正のカスタムパーツで、これで吊り下げることができます。で、今回はこのパーツ取った状態でのスペックですね。大きさが 4.2×10.2、重さ 100g、明るさ200ルーメンですね。なので、明るさの200ルーメンの分がゴールゼロに勝ってます。お値段は6600円ですね。これは1升ですね。3つのうちの1升。で、次、これも2022年4月発売で、今幕開けで4月の17日まで応援購入ができるもので、ルーメナ LED ランタン。こういう、まあ、ゴールゼロタイプじゃなくて、ちょっとこういう大きいね、ルーメナ、ルーメナ2、ルーメナプラスですごく人気のブランドですけども、こういうね、ゴールゼロタイプの LED ランタン。見た目はね、どちらかというと、このミヤビに似てるんですけど、こんな感じで M3 という。ランタンいたしました。でこれのすごいところはもうカスタムパーツが山ほどセットになってるっていうところですね。ここがすごいんですけど、このルーメナの M3、 これは大きさが 3.4×10.2、 結構ねこれ見た目はミヤビに似てるんですけど、ちょっとちっちゃいんですね。 3.4×10.2 なんでゴールゼロと、まあ、そこまで変わらない大きさです。で 95g、 ここはちょっとゴールゼロより重たいですね。で300ルーメン、明るさはゴールゼロに勝ってます。なので一勝ですかね。大きさは同じようなもんなんで引き分けで、重さはゴールゼロの方が勝ちで、明るさはルーメンの方が M3 の方が勝ちなので一勝です。で幕開けで今、まあ、15% 引きで税込み 11,220 円で今売ってます。で次、ホワイトベースキャンプの CF ザクトと CF タク式っていうやつですね。ゴールゼロってみんなカスタムするわけじゃないですか。で、このカスタムを元からつけちゃおうっていうので、緑色に明るくなるのが CF ザクで、黄色っぽい色になるのが CF タク式っていうやつで、ゴールゼロとかだとここにキャップつけて、磁石がついてて、ネオジウム磁石がついてて、金属のところに貼り付けるたりとかできたりするんですけど、それがもう元から標準装備でついてるし、ここのカバーもついてる、もうついてある状態という、もうゴールゼロで追加するであろうものをもう元から標準装備でついてるっていうやつですね。でこれは大きさが 3.8×12.3、 ちょっとゴールゼロより長いです。で重さが 129g、 明るさはゴールゼロと同じ150ルーメンですね。なのでこれはちょっとゴールゼロがカスタムしたところに焦点を当てて作ってるんで、勝負するのはちょっと酷ではあるんですけど、これはゴールゼロが2勝で1引き分けですね。でお値段が7920円、これもお値段高いように感じるんですけど、ゴールゼロに結局カスタムパーツつけるとそれ以上になっちゃうんで、自分好みにしたいんだったらゴールゼロの方がいいかもしれないですけど、元から標準装備でついてる良さもあるんで、そういう方はこっちのランタンいいですね。で次、5050ワークショップのミニマライト、これも有名なLED ランタンですね。これも結構ゴールゼロと比べられることが多い有名なやつなんですけど、これが 2.63×12.3、 ゴールゼロよりちょっと長さが長いですね。で重さ 107g で最大250ルーメン、この明るさの部分250ルーメンのところはゴールゼロより勝ってます。お値段2860円、お値段もすごく安いですね。ゴールゼロよりも安いですね。でもう一つですね、5050ワークショップさんがもう一つ最近新しいの出したの知ってますか？そう、マイクロライトっていうのを出しました。こちらがもう 1.6×6.4、 めちゃめちゃちっちゃいです。ゴールゼロに余裕で勝ってます。で重さ 20g、 ゴールゼロに余裕で勝ってます。で明るさなんですけれども、これ350ルーメンって書いてあるんですよ。これゴールゼロに3つとも勝ってるんじゃないかって思うじゃないですか。ただこの350ルーメンは残念ながらこのフラッシュライトのことなんですね。なの でランタン自体は70ルーメンなんですよ。だからこれはちょっと判定が難しいところではあるんですけど、やっぱり今回比べてるのはフラッシュライトの明るさじゃなくてランタンの明るさなんで、やっぱりそう考えると2つなんですよね。素晴らしいとは思うんですけど、でしかも値段も3960円なんですよ。だからゴールゼロで言うとライトハウスマイクロとライトハウスマイクロフラッシュの間のお値段です。これもかなり今注目のランタンではあるんですけど、これも、まあ、ちょっと判定が難しいところなんですけど、一応未勝かなっていう感じです。
さあ、いかがでしょうか。いろいろなランタン比べてみたんですけれども、やはりね、ゴールドはバランス型だと思うんですよ。全てがちょうどいいバランスで、そこに明るさ重視で、明るさで勝とうとするもの、軽さで勝とうとするものっていうのがいろいろ出てきてですね、それぞれでこう勝負しているので、この3つ勝つ、3つともゴールゼロを上回るっていうミニ LED ランタン、今のところ出てないんですよね。なので、そういうのがもし今後出てくることがあれば、ゴールゼロになり変わって王者になる時が来るんじゃないかと思います。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。皆さんもね、まあ、ゴールゼロ以外もいろいろ軽く今回もご説明させてもらったんですけど、いろいろいいランタンいっぱいあります。僕はちょっと今持ってるのがこのゴールゼロシリーズの3種類と、ユーコのレスシャイと、ナトゥーラの LED スーパーフラッシュライトと、ミヤエクスプロさんのミヤビを持ってるんですけど、今ちょっと悩んでるのがルーメナーの M3。 これはね、僕の周りの人も結構みんな応援購入したっていう人多いんで、次のお小遣いのタイミングで、17日まで、僕は15日にお小遣いもらえるので、小遣い制なんで、そこでちょっと買おうかなとは思っています。あとは CF ザク CF100 式もちょっと気になるっちゃ気になるですね。とあとはミニマライトとレッドレンザーも、まあ定番なんでちょっと持っときたいなっていうのがあるのと、あとはマイクロライトもどんなもんなのかっていうのもやっぱり気になるので、それも欲しいなと思います。皆さんもね、もしこの3つゴールゼロに勝ってるものがもしあれば、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。